6月に入り、地方大会も残りわずかとなり、夏の大会に向かって準備をしていきます。今回、全国クラスの活躍が期待されるのが、桐生第一ではないでしょうか。前回の動画では、桐生第一の施設や練習内容について迫っていきましたが、今回は全国トップクラスの逸材2名を紹介します。それが、大型スラッガーの三塚選手と、146キロ右腕北村投手です。三塚選手はコロナの影響で例年より試合数が少ない中で高校通算27本塁打、4月5月で合わせて10本以上と量産体制に入っています。北村投手も最速146キロと入学時から20キロ近く伸びています。今回はそんな2人がいかにしてここまでの選手になっていったのか迫っていきたいと思います。三塚選手の持ち味である長打力、まず打撃練習を見ていきましょう。三塚選手が持っているバット、いわゆる打球が飛びにくいコンポジバットなのですが、次々と打球を飛ばします。やばやばそんな三塚選手は千葉県出身で、中学時代は八千代中央シニアに所属。桐生第一の環境に惹かれ進学します。当時から身長は高く、1年生秋からベンチ入りし、クリーンアップを任されますが、まだそこまで長打力はなかったといいます。やっぱそうですね、今までは点で、点で打っていたんで、やっぱ確率が低かったんですけど、やっぱこの線にボールに入れるっていうことを意識して確率が上がったなって思ってます。さらに技術的に大きく変わったのがこの冬でした。秋とかテイクバックっていうのがあんまり取れてなくて、はい、その分パワーっていうのがなかったんですけど、体全体を思う存分使った方がいいかなと思って、テイクバックだったり、あとやっぱ下半身の力もあるので、その下半身と上半身の連動性っていうのを意識してやってきた部分もあります。最初は振りづらかったんですけど、はい、やっぱこの冬の期間でそれを身につけて、はい、自分の振りやすい形にしていくことができました、はい、もう一つ変えたのがステップ。この足上げは昨年前橋育英のスラッガーとして甲子園に出場した皆川選手を参考にしてハマったようです。結果的にホームランだけではなく安定してヒットも出るようになり、今年の春の群馬県大会では2本塁打、さらにヒットも多く飛び出し確実性も高まりました。そんな三塚選手が振り返る最も飛んだ試合についてこう振り返ります。練習試合なんですけど、はい、作新学院のグラウンドの方で、はいはい、森岡大夫とやった時に当たったホームランが一番飛んだなと初めて思います。三塚選手の魅力は長打力だけではなく、投手も務める強肩も魅力です。なんと最速143キロ、そして回転数は2400から2500も叩き出すといいます。改めて見ても恐怖感を感じる直球です。三塚選手は打撃だけでは次のステージに行けないと、守備・走力強化にも力を入れています。目標についてこのように質問しました。一番は高卒で目指します。順調に自身のスキルを磨いている三塚選手、そしてエースの北村投手も夏に向けて順調に仕上がっています。切れ味抜群の快速球を投げ込んでいます。やば。
地元桐生中央中出身、軟式では群馬ダイヤモンドペガサスジュニアに選ばれていましたが、中学時代の最速は131キロと突出して速いわけではありませんでした。ただ146キロまで伸びたのは桐生第一のトレーニング環境が大きかったと振り返ります。そのトレーニング内容がこちらです。10回、はい、全身をバランスよく鍛えるトレーニングで球速が伸びてきました。主力投手として活躍してきた北村投手ですが、2年生秋に怪我もあり、思うようなパフォーマンスができず、痛めていた第一肋骨を治すために手術も行い、3月に復帰。県大会では主にリリーフ登板しましたが、本来のパフォーマンスができず、県大会準決勝敗退となりました。ただ、もう一度ストレートを見てみましょう。明らかに伸びのあるストレートを投げ込んでおり、県大会よりも状態は良くなっています。将来の目標について語ってもらいました。まあ、プロ野球選手っていうのが、まあ、一番の目標で、はい、頑張ってます、ね、いよいよ夏も近づき、群馬大会は6月16日に抽選会が行われ、7月9日に開幕します。最後に2人に意気込みを語ってもらいました。では、まあ、最近は前橋育英さんがずっと勝ってるので、今年はまあ、春も負けてしまって、前橋育英さんに負けていたので、まあ、しっかり夏はもっとレベルアップして勝てるように思います。力があるチームだとは思っていないので、本当に前橋育英さんであったり富山商業さんというのは本当に力あると思うんですけど、やっぱ野球は力だけではないと思っているので、そこだけではなくて力以外の部分もしっかり自分たち磨いて夏の大会挑めたらと思ってます。2人とも夏の大ブレイク期待しております。北村投手、三塚選手のインタビュー記事は後日高校野球.comで公開予定です。お楽しみに。